どうも、駒ヶ崎です。というわけで大変ご無沙汰しておりますが、今日はこちら紹介します。ババン！海の恐竜&コー。ネアゴスティーニさんの&コーシリーズの最新弾です。シーダイナソース。いいね、このパッケージね。これ見てくださいよ。ここにね、モササウルスがメインで映ってて、この恐竜シリーズ第3弾になるんですけど、モササウルスは今までまだ商品化されてなかったっていうことで、非常に楽しみですね。じゃあ開封します。うおー、すごいね、ぎっしり詰まってますね。今回ね、箱の重さとしては、そんなには重くないかなって感じです。ストレッチーズパワーミュータントっていうやつ紹介したんですけど、あれ中身がね、全部砂みたいのが入ってるんで、かなり重たかったんですけど、今回のはね、中身がビーズだったりすると思うんで、そこまで重たくありません。パッケージ見ていきましょうか。ほい。いいですね。こういう感じで、モササウルス、あとなんかの恐竜、なんか虫みたいのもいますね。これあれか、アノマロカリスとかか。で、裏面はこういう感じでラインナップ表になっております。さあ、今回のラインナップこういう感じになっております。16種類の海の恐竜を集めよう。モササウルスを筆頭にですね、いろんな恐竜があるんですけども、これ結構ね、お魚系とか、あとアノマロカリスとかね、ありますね。で、今回の特別アソートは7種類かな。温度で色が変わるアノマロカリス、テムノドントサウルス。で、クリアボディ、アノマロカリスとクロノサウルス。で、暗闇で光るのがプレシオサウルス。そして、レアアソート、金色のオウムガイとモササウルスといった形になっております。で、前回のシャークアタック&コーにもラインナップされていたメガロドンがまた今回もラインナップされてるっていうことで、どんな感じなのかとても楽しみです。じゃあ、早速開封していきましょう。まず1個目開封していきます。中でめちゃくちゃ引っかかってるんだけど、まずはリーフレット。今回出たのはアノマロカリス。あ、結構ね、でっかいよ。わ、うわ、怖っ。思ってたののね、3倍ぐらいある大きさ。若干こう袋の中でね、癖づいちゃってるんですけども、こういう感じですね。もう色は完全エビっていった感じです。茹でた後のエビって感じですね。セット内容はこんな感じです。遊べるフィギュア1体と、このリーフレットが1冊ついてきます。で、こちらのリーフレットは中に色々プロフィールとかが書いてあるんですよね。アノマロカリス。ちょっとこう遊べる要素みたいなのがあって、で、こんな感じで図鑑的なものが書いてあります。最終ページにはこんな感じでラインナップが書いてあります。さあ、ではアノマロカリス、ちょっと詳しく見ていきましょう。ちょっとどうなんだ、怖いですよ。もう最初にこれニョキって出てきた時にね、うわって思ったね。かなり太くてブリンブリンしてます。で、体の中にはビーズが入っていて、こういう感じですね。これ音聞こえてますかね。こういう風にイジイジして遊べるようになってます。なんですけど、これね、表面のこのね、硬皮っていうんですかね、この質感がこうボコボコっと再現されていて、しっかり作られてますよ。アノマロカリス、体長約60センチ、体重1キロくらい、エビに似たとても変わった形をしていた。その細長い体は殻で覆われていて、体の両側に伸びたたくさんのヒレのようなものを波打つように動かして泳いでいた。頭には大きな丸い目が2つあり、その先から伸びたカギ爪のような2本の長い触手を使って三葉虫などを捕まえて食べていたようだ。まあ、エビに近い生き物っていうことで、食べたら身がプリンとしてて美味しそう。アノマロカリス。じゃあ次、どんどんね、開けていきましょうか。お、あれ、お、なんかの恐竜だ。これなんか恐竜ですね。テムノドントサウルスというのが出ました。イラストがね、目がクリクリで可愛いんですけど、これどういった恐竜なんでしょうか。テムノドントサウルス、体長10メートルくらいの巨体だが、形はイルカに似ていた。
直径25センチもある大きな目を持っていて、深い海の底でも目がよく見えていたと考えられている。細長いヒレ足と大きな尾びれを使って海の中を自由に泳ぎ回り、大きな魚やイカを見つけると素早く近づいて、鋭い歯がぎっしり並んだ細長い口を大きく開けて獲物を捕まえて食べていた。10メートルもあるから、結構いろんなもん食べれますよね。あの香ばしいパンみたいなカラーリングになっていて、口はこんな感じです。確かにね、イルカに結構似ていて、可愛らしい顔をしてるんですよね。で、結構こうずんぐりとした体型をしていて、この皮膚のシワの感じとかなんかもしっかり再現されてます。で、尻尾はこういう形なんだけど、これ縦横どっちなんだ、ちょっとここがね、袋の中でねじれちゃって、あの向きがよく分かんなくなってるんですけど、形としてはこういう形だと思います。テムノドントサウルスでした。ほい。わあ、あれなんか、あれなんか、既視感が非常にあるというか、なんか先ほどお会いしたような感じの方ですね、この方は。オフタルモサウルスです。うん、イラストが今回可愛いね。オフタルモサウルスは、体長5メートルくらいで、形はイルカに似ていた。目がとても大きく、直径23センチもあった。深い海の底でも目がよく見えていたと考えられている。ヒレ足と大きな尾びれを使って速いスピードで泳ぎ回りながら、好物の魚やイカを見つけると、鋭い歯がぎっしり並んだ細長い口を大きく開けて獲物を捕まえて食べていた。見た目はですね、お気づきの通り全く一緒です。いや、まさか2連続で来ちゃうとはね。で、こちらはこういう風にね、鮮やかな緑色で、背中にちょっと縞模様のような模様が入っています。で、お腹側は若干グレーがかった色になってまして、まあ、ちょっとね、お腹側も色を変えてあるといった感じですね。お顔はつぶらな瞳で、さっき見なかったから口の中開いてみましょうか。かぱ、怖っ。ほらほら、もう完全に寄生獣じゃないですか。っていうことでした。さあ、どんどん開けていきましょう。4個目。おお、あ、やば。リーフレット引っかかった。お、おーっと、これは緑色ですね。緑色のこれはダコサウルスです。ダコサウルスは体長5メートルくらい。ワニに似た形をしていた。4本の大きなヒレ足と尾びれがあり、海の中を自由に泳ぎ回ることができた。ノコギリ状の鋭く大きな歯が並んだ強力な顎を持っていて、魚だけではなく自分よりも大きな動物さえ追いかけ回して捕まえて、肉を引きちぎりながら食べていたと考えられている。で、こういう感じです。4本のですね、ヒレ足がついてます。尾びれはちょっとなんか魚みたいな形をしていますね。で、お腹側は黄色く塗装されていて、背中には濃い緑色に、さらに濃いめの緑で、ちょっとね、うっすらと縞模様が塗装されてますね。で、中にね、ビーズ入ってるんですけど、なんかそんなにぎっちり詰まってなくて、ちょっと遊びがある感じがします。で、ここね、頭には一切ビーズは入っていません。こういう感じでした。ダコサウルス。次、5個目。ほっ。わあ、何これ。え、何これ、なんか山椒魚みたいなのが出てきました。まあ、カラーリングといいね、ガンコちゃんに似てるといえば似てる気がしますが、ガンコちゃんもね、そう考えたら恐竜ですもんね。メトポサウルスです。メトポサウルスの形は、オオサンショウウオに似ていて、体長は3メートルくらいもある超大型の両生類だった。短い足には指があるが、巨体を支えるには細すぎで、陸上を歩くのには向いていない。沼の底を這うように歩きながら、獲物が頭上にやってくると、
鋭い歯がたくさん並んだ顎を大きく開けて素早く噛みついていた。鋭い歯がたくさん並んでるやつ多いですね。はい、今回こちらですね、両生類ということで、まさにこう山椒魚に似た生き物だったということですね。全体はこういう赤色をしていて、で表面にね、結構こうイボイボっとしたイボが造形されています。口がやっぱ大きいからさ、ちょっと怖いですよね。歯もちょっとブラシ状になっててですね、触ると気持ちがいいです。でこの足の細かい指なんかもしっかり、すごいちっちゃいんですけどちゃんと再現されてます。いやなんか今回ね、基本こう水の中の生き物っていうことで、なかなかこう今までとは違ったキャラクターが出てきますね。さあ次これいきます。お、ああ違った、色的にモササウルスかと思いましたが違いました。全身がブルーで白っぽい縞模様を持った生き物。なんかなんでかわかんないけど市民プールとか思い出しますね、このカラーリング。今回出たのはリオプレウロドンです。首長竜の一種で、体長は9メートルくらいあったが首はそれほど長くなかった。ワニのように大きく強力な顎を持っていて、パドルのような4つの大きなヒレを使って力強く泳ぎ、魚や大きなイカを見つけるとその大きな口で捕まえて食べていた。エラはなかったようで、クジラのように時々呼吸をするために水面に出なければならなかったと考えられている。これだからイラストと比較してみるとかなり再現度高いですよね。口がなんかピンセットみたいになっちゃってるんですけど、まあ、これも口を開けばかっこよくなるんじゃないかなっていう。あ、ほら、これが完成形じゃない。やっぱくっついてたからちょっと間抜けな顔になっちゃってたけど、顔こんな感じです。割とですね、ここの首のあたりのシワがこだわって作られてる感があってですね、このひだひだの感じ、これ気持ちがいいですね。で、顔はこうなってるんですけど、今回ね、割とどの恐竜もこう目がね、つぶらな瞳になってるんですよね。で、すごいね、尻尾の形が特徴的で、なんか鍵爪というか、こういうなんか形になってるんですよね。で、お腹側、あ、これすごいな。お腹側のシワの再現度がすごく高くて、めちゃめちゃリアルじゃないですか。なんか海底から上を泳いでいくこの恐竜を見上げているみたいな、そういう感じがしますね。というわけでリオプレウロドンでした。さあどんどん開けていきましょう。次7個目です。よっ、クリアカラーだ。口またピンセットみたいになっちゃってるんだけど、これ形さっきのやつと一緒ですね。クリアボディのクロノサウルス、なんかこう時を超えそうな名前をしています。クロノサウルスは体長10メートルを超える大型の首長竜。頭部は約3メートルもあり、大きな顎には25センチもある鋭い歯がぎっしり並んでいた。この巨大な首長竜は凶暴なハンターで、巨大なイカや他の首長竜を見つけると大きなヒレを力強く動かして素早く獲物に追いつき、出ました、鋭い歯がいっぱいの大きな顎を開けて獲物に噛みついていた。みんな鋭い歯いっぱいじゃないですか。やっぱクリアボディはなんか綺麗でいいよね。で、体の中には黄色と黒のビーズが入っていて、で今ね、こっちの首の方に黒が寄っちゃってるんですけど、これもなんかイジイジしてちょっとまだら模様に混ぜてあげるとね、いい感じになるんじゃないかなって思います。あ、でもこのイラストだと首のあたりに寄ってていい感じなのかな。若干こう混ぜたいんだよね、これね。こう、うにょうにょやってちょっとこう混ぜて模様っぽくすると、よりなんか見た感じが生き物っぽくなってね、いいんじゃないかなって思います。この表現ちょっとドット絵っぽくていいですよね。はい、で造形は、先ほどの、このサウルスと一緒です。なんでちょっと見た目ではわからないんですけど、ちゃんとこの辺りのシワの造形とかもしっかり再現されてます。じゃあ次開封しましょう。あれ、なんか丸い塊だよ。うわ、なんだこれ。おー、ネッシー。
いや、これいいですね。またなんか色合いがさ、夜空みたいで、綺麗。ほら、このお腹側の、このね、薄い、なんていうんですか、パステルカラーっぽい青色。なんかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。エラスモサウルスです。首長竜の中で最も巨大で、体長は約14メートルもあったが、その半分は首の長さで占めていた。泳ぐ時はその長い首をまっすぐに伸ばして泳いでいたが、近くを泳いでいる魚やイカを見つけると、首を上下左右にさっと動かし、獲物に近づき、鋭い歯がぎっしり生えた顎で捕まえて食べていた。はい、ということで、鋭い歯、ぎっしり生えております。もうほんとそこは期待を裏切らないですね。ちっちゃいけどね、顔もしっかり再現されてて、ちゃんとこの鋭くぎっしりと生えた歯も再現されています。どうだろうな、この辺りまでビーズが入っていて、こっから先はビーズは入ってないです。で、こういう感じですね。ヒレには縞模様。で、こう体の方にはインクをパッとかけたみたいな。まあ、そういう表現がされていてですね。星空のようで綺麗ですね。で、裏面。うわ、いい色。これは美しいですね。やっぱこう恐竜としてもすごくね、リアルに再現されてるんですけど、なかなかこのカラーリング気に入りました。エラスモサウルスでした。では次開封しましょう。うわ、あ、おお、赤い。赤いですね。これあの、ダンクルオステウス。ダンクルオステウス。なんかね、色が赤いからちょっと濃いみたいな雰囲気がありますね。ダンクルオステウス。まあ、結構古代生物の代表みたいな感じで、アノマロカリスとかね、その辺と並んでよく描かれるような、お魚なんですけれども。え？これ10メートルもあったんだ。体長は最大で10メートル近くもあった可能性が考えられている。頭が骨でできた硬い兜で覆われていて、顎の力は恐ろしいほど強く、その噛みつき力はホホジロザメよりも強かったようだ。口先の大きな歯のようなものは骨が発達してできたもので、その尖った骨とギザギザした形の顎でどんなに大きな獲物も噛み砕いて食べてしまう。そんなにでかかったんだ、これ。結構このね、頭の口角の部分も細かく再現されていて、歯は白くて、でこの牙のような突起の部分、ちゃんと形がね、分けられてますね。で、こう体の表面はですね、ちょっとイボイボっとしたモールドになっていまして、まあ、ちょっとこう触った感じ、鱗っぽい質感になってるわけですね。で、これもちょっとビーズは控えめな感じ。パンパンに詰まってはいないといった感じです。いやー、かっこいい。はい。じゃあ次行きましょう。さあ、そろそろ後半戦に入ってきました。次、何が出るでしょうか。お？あ、金色だ。これ金色だぞ。出ました。金のモササウルス。金のモササウルスです。これあの通常カラーのモササウルスもあるんで、後でちょっとゆっくりとこう比較していこうかなって思います。このお腹側のね、シワがやっぱちゃんと作られてますよね。顔がでっかい。じゃあ次開けましょう。た。うわ、これは？こういう感じでですね。なんかこう背中に非常に特徴的な模様が入っています。背びれが寝ちゃってるんですけど、こういう感じの生き物ですね。キンボスポンディルス。さあ、こちらはキンボスポンディルスです。体長約10メートルもあり、まるで長い尾を持つ大型のイルカのような形をしていた。背びれはなかったが、長い尾を上手に使って、体を左右にくねらせながら、とても早く泳ぐことができたと考えられている。獲物の魚を見つけると、稲妻攻撃で襲いかかり、たくさんの歯がぎっしり並んだ大きな顎で噛みついて食べてしまう。稲妻攻撃？これちょっといいですか？これ、背びれがないってはっきり書いてあるんですけど、これ背びれしっかり造形されてますね。で、これは形としては初めてだと思うんですけど、ほらイラストの方も背びれないんですよね。
なのでおそらく別の生き物の形を流用したものだと思われますね。で、裏面こんな感じです。色がね、やっぱすごい綺麗ですよね。こいつにちょっとなんか近い色合いなのかな。うん、ちょっと緑混じったブルーといった感じで、すごくこう爽やかな綺麗な色合いをしています。キンボスポンディルスでした。じゃあいきます。さあ次は、あ、なんか柔らかい。うわー、あ、これサメだ。うおー、でっかでかね。なんか尻尾にさ、尻尾にお土産がついてますね。うわー、でかいしかっこいい。出ました、メガロドン。まあ、完全に前回からはデザインを変えてきたということで。いや、いいね。シャークアタック&コーのメガロドンは、まあ、こういう感じのデザインで、鼻先、ここが結構丸っこいデザインになってたんですけど、今回よりオーソドックスなサメ感があるというか、うん、なんか僕ここが尖ってる方がかっこよくて好きなんですよね。で、ちょっと背びれがね、ぐにょぐにょってなっちゃってるんですけど、伸ばすとこんな感じ。いいですね。色もほんと素直にサメって感じの色してますよね。で、口の中こんな感じです。で、お腹側。この顎下から首のあたりにかけてシワが造形されてます。このメガロドンだったら、ジェイソン・ステイサムにね、勝てるかもしれないですね。勝てねえか。メガロドンは、ホホジロザメの形に似た超巨大なサメだが、その大きさはホホジロザメよりはるかに大きく、体長は18メートルくらいあったのではないかと言われている。世界中で10センチ以上もある大きな歯の化石が見つかっていて、大きなクジラやアザラシのような海に住む大型哺乳類を襲っては、その大きく鋭い歯で肉を引きちぎって食べていた。18メートルか。でかいね。そうか、なんかこいつもさ、めちゃでかいと思いましたけど、ちょっとメガロドンの歯がでかいんですね。ただ、このフィギュアで並べちゃうと、ダンクルおじさんの方が大きいですよね。ちょっとこういうところ、若干残念ですね、そこはね。体の大きさをドーンって大きくしてくれたら嬉しかったなといった感じですが、すごいかっこいい。でこれもね、あの中のビーズちょっと控えめです。これ言おうか言わないか迷ったんですけど、これちょっとビーズの量を減らして経費削減してんのかなっていう、なんかそんな気もするんですよね。少ないんですよ。なんか意図して少なくしてるっていうよりは、減らしてるんじゃないかなっていう。まあそれはもうね、僕の推測ですが、まあでもこのね、デザイン自体はめちゃくちゃかっこいいですよ。とっとどーってことで、じゃあ次行きましょう。じゃあ次開封します。ほい。わあ、綺麗ですね。いや、いいですね、これ。クリアカラーのアノマロカリス。めちゃくちゃ綺麗。中に入ってるビーズも真っ白なんで、すごいちょっとおしゃれですよね、これね。割となんていうか、おしゃれ部屋のインテリアとしても使えそうな感じです。で、これね、このヒダヒダの部分。これは一枚一枚分かれてはなくて、こう、全部ね、ここでくっついてますね。じゃあ、アノマロカリスをね、比較してみましょう。まあ、とにかくこう、ボリューム感がすごいんだよね。アノマロカリス。この目のね、大きさにビビります。で、なんかわかんないんですけど、ちょっとね、ビーズが漏れてるんですよね、中身が。なんで？おそらく中身のビーズと思われるものなんですが、これ触ってみた感じね、なんていうんですか、発泡スチロールの玉みたいな。そういう感じの感触ですね。なんかこう柔らかいボールになってます。なぜかちょいちょいこう体についてるんですよ、中身が。大丈夫か？中身はみ出しちゃって。いいね、クリアカラーね。トイレに飾るにはこれでしょうといった感じです。というわけで、アノマルカリス。2種類揃いました。さあ、次行きましょうか。行きます。あ、これ。おお、出ました。モサ。モササウルスです。こうなってるんだ。背中側が、ちょっとこう黒いね、筋が入った感じになってるんですね。全体が市民プールを思わせるカラーで塗られていて、で、お腹側、白です。ここのね、グラデーションの感じとか、この表面のシワに乗った色の感じ、
これすごい綺麗ですよね。何かこう川の流れを彷彿とさせるような、そういった感じのですね、カラーリングになっております。さあといったことで、モササウルスです。頭でっかいね。で、モササウルス、モササウルスは体長15メートル以上にも達する大きな体を持つ凶暴な海の恐竜だ。大きな4本の足ひれととても長い尾を使って海岸近くを悠々と泳ぎながら、ひとたび獲物を見つけると素早い動きと最大10センチもある大きく鋭い歯で獲物に襲いかかる。他のモササウルスや巨大な生き物が自分の縄張りに近づくと、ものすごい勢いで戦いに向かったってことですね。15メートル、これがね、人間なんですけど、絶望感パないですね。まあでもメガロドンの方がでかかったんだ。メガロドンがどんな感じでしょうか。あ、メガロドンこんな感じだ。これひーでけーといった感じですが、で、体の表面はこういう風にね、全体にちょっとこうイボイボっとしたモールドが入っているんですけど、大きなボツボツっとしたイボもね、造形されててですね、なんか背中のグリップ力が強いというか、なんかほんと滑り止めみたいな感じの感触がしますね。で、背びれ、これもこうブラシのように並んでいて、触るとね、なんか気持ちがいいですね。ゴールドと比較するとこんな感じです。いや、なんかね、ゴールドやっぱいいですよね。で、ちょっとね、こう背中がうねった感じに造形されてるんですね。全体的に今回の恐竜たちはつぶらな瞳になってるんですね。はい、というわけでモササウルス2体揃いました。じゃあ次これ開けましょう。で、これはですね、もうあの中身が丸いでっかい塊なんで、間違いなくオウムガイですね。いきます。ほっ、いいね。これあの多分逆さまですね。こうだ、めっちゃいい。このなんていうんですか、鎧のこうこの部分ね、サンシェードっていうか、この部分がね好きなんですよね、オウムガイ。いいね、シューティングゲームの敵キャラみたいですが、ティウンティウンティウンってね。これ何？これなんかここの触手みたいな部分がいろいろあるんですけど、そこになんか一本ね、太くて下に垂れ下がったのが出てるんですけど、これなんだろう。あれ、これってさ、現代にもいるんでしたっけ？あ、いるのか、オウムガイって。オウムガイは、生きた化石と呼ばれ、今でも水深200メートルくらいの海底近くで暮らしている。巻貝のような形をしているので、貝の仲間と間違われたりするが、実はイカやタコと同じ頭足類の仲間だ。体長は20センチくらいで、口の周りには60本以上のヒゲのような触手があり、それを使ってエビやカニなどを捕まえて食べていた。口から海水を取り込んで勢いよく吐き出すことで泳ぐことができる。模様の部分がですね、ちゃんと立体的に造形されてます。で、ここがまたね、ちょっとね、ゴツゴツとした口角というか、質感がまた違った感じになってて、それぞれのね、こう質感がしっかり再現されてますね。では最後いきましょう。最後の1個開けていきましょう。中身はプレシオサウルス。ほっ、わー、わあ、ちょっとクリアボディなんだ。めちゃくちゃ綺麗。いいね、やっぱ首長竜いいな。ロマンですよね。ちょっと残念なのがこれ個体差だと思うんだけど、こう癖づいちゃって首がこっち向きになっちゃう。で、こちらは暗闇で光るプレシオサウルスです。プレシオサウルスという名前はトカゲに似ているという意味だ。小さな頭、長く細い首、平らな体と短い尻尾が特徴だ。体長は3メートルくらいあるが、その約半分は首の長さで占められている。4つの強力なパドルのようなヒレを使ってイカや魚を追いかけ回し、素早い首の動きと鋭い歯がたくさん並んだ顎で獲物に食らいついていた。3メートルか、思ったより小さいんですね。というわけで最後に出たのはプレシオサウルスでした。で、こう体の表面はね、こういう感じで、
ブルーのクリアカラーに中に、真っ白のビーズが入ってます。で、背中にはこういう風に黒い斑点模様みたいなのが入ってますね。これはだからエラスモサウルスと同じ感じですかね。これもうどちらも色がめちゃくちゃ綺麗で、いやもうほんとプレシオの首だけが残念だな。どうしてもね、こう長い首とかあの袋の中に入れようとすると曲がっちゃったりとかしますよね。最後は首長竜プレシオサウルスでした。ただまあ体がね、平たいっていう風に書いてあったんですけど、まあこれも造形が流用されたものになってるので、結構ずんぐりした体型をしてます。まあこのあたりはちょっとこのシリーズの残念なところではありますが、見た目は本当に美しいです。顔のね、顔のこのクリアカラーが最高にいい感じ。あの、わかんないけど多分ね、これソーダ味でしょうね。さあ、ということで今回はデアゴスティーニ海の恐竜&コーコンプリートセット紹介いたしました。本当にね、毎回毎回楽しませてくれてありがとうございます。さあ、今回ね、気に入ったものをちょっと紹介させていただきます。まずね、これですね、メグ。これはなんていうか、僕としてはシャークアタックの方のメガロドンね、あれもクリアボディになっててすごいデザインは好きだったんですけど、僕のこう想像する思い描くかっこいい理想のサメの形に近いっていうことで、このメガロドンはすごい気に入りましたね。いや、これもクリアボディとか見たかったな。次はね、やっぱオウムガイですよ。オウムガイ最高。これやっぱ通常カラー作って欲しかったです、オウムガイ。で、これなんかに似てるなって思ってたんですけど、メジャーですね。さあ、次はですね、やっぱこれですね、エラスモサウルス。まあ、これ本当にね、色が綺麗だし、大きさもね、ボリューム感もしっかりあって、非常に満足度の高いクオリティでした。で、もちろんこうプレシオも良かったんですけど、まあ、僕としてはこの個体差、首が上向いちゃってるのがすごく残念でした。お湯とかにつけて直せるのかな、ちょっとチャレンジしてみたいところですけどね。ただまあプレシオもめちゃめちゃ色が綺麗で最高でした。あとね、これですね、ガンコちゃん。これはまあとにかく可愛い、めげないっていう雰囲気がね出てますからね。このね、山椒魚っぽい皮膚の感じとか、この辺の再現度なんかも非常に良くて、これもなかなか気に入りました。で、あとね、これとかね、ダンクル・オルデテルス。で、あとはやっぱり、あのマロカリスですね。この目の存在感半端ないじゃないですか。こうちょっとね、上にこう出っ張った形をしてるんで、ゲームのコントローラーのジョイスティックみたいな、こうやってね、両手でグリグリ触るとね、ほんとちょっとゲームのスティックっぽい感じなんですよ。この感触はちょっと面白い。ただこの目の大きさ、ちょっとキモいと思います。さあ、ということでやってきましたが、今回ですね、アノマロカリスとテムノドントサウルス、温度で色が変わるという風になってまして、で、このプレシオサウルスがですね、光るということで、まあ、この辺の見た目どういう風に変わるのか確認して終わりにしたいと思います。というわけで一旦締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。はい、ではここから音声はカメラ直撮りで失礼いたします。セミが鳴いておりますね。じゃあ、このアノマロカリスをお湯に投入していきましょう。だいたいね、結構触ったりとかして体温で色変わったりしてたんで、どんな色になるかはなんとなく予想つきますが、よいしょ。おお、こうなりました。色がね、全体がオレンジ色になりましたね。茹でたエビが生きたエビに。で、次行きましょう。茶色いパン。これ、最高です。おー、なんかすごいね。
あ、すぐ色戻りますね。こうなんか、裸みたいな。非常にこう、裸のような。もともと裸なんだけど、そんな色になりました。みんなも遊んでみてね。フレシオサウルス。さっきまでね、明るい部屋の中に置いてありました。フレシオさん、どんな感じで光るのか。3、2、1。わ。あ、弱い。弱いけど、うっすら青く光っている。え、これまだ光の吸収が足りなかったかな。